21世紀のヤングライオン矢野徹が入場してまいります。真壁深夜入場。さあ、総攻真壁深夜が肩を怒らせて入場してまいります。矢野行け！真壁！シングルマッチ30分日本勝負を行います。青コーナー186センチ110キロ、矢野徹！矢野！真壁！赤コーナー181センチ110キロ、真壁！真壁真矢真壁！レフリー山本小鉄。矢野行け！澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああ、そうですか。蹴ってまいります。キックを打っていきます。フライングメイヤー組み合います。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。テイクダウン、足を殺してまいります。ガードします。掴みます。ヘッドバットを打ち込んでまいります。あっと、エルボー掴んだ。エルボー蹴りを見舞ってまいります。フロントからのキック組みに行きます。対角線に飛ばした。ストンピング蹴りつけてまいります。このポーズです。あっと、キャッチした。バックを取ります。この辺りのグランドサッポーなんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。ボディスラムです。さあ、長期の海外遠征でたくましく成長を遂げましたこの真壁深夜、何度でも相手に真正面からぶつかっていくこの男のファイトスタイルはまさに総攻の異名にふさわしいものであります。こういう間の取り方うまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。ロープに振った。キックを打っていきます。行くのか。コーナーに振った。ストンピングを叩き込んでまいります。腕を捉えます。腕を殺してまいります。ロックアップ逆に返します。これは苦しい超攻撃です。蹴りを見舞ってまいります。掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。ロックアップ、リング下に落とします。リング下に降ります。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。噛みついていった。掴みます。肘を打ち込んでまいります。掴んだ。フロントからのキック抱えます。ブレインバスターで叩きつけます。起こします。リング内に戻ります。腹
張ります、組みに行きます、逆に倒します、呼吸を整えています。おっと、チョーク攻撃であります。ロープに逃れました。組み合います、逆に投げてまいります、起こしてまいります、キックで返します。このあたり入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。あと逆にパンチ、パワーボールだ。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされるときついですよね。あ、スタミナをロスするわけですね。ガチッと組み合った。おっと、そのまま後ろに落としていった。首根っこを掴んだ。エルボーを入れていく。組み合った。強烈に叩きつける。さあ、がっちり入ったぞ。これは決まってますね。いけるか。ロープに振ってスピア、強烈、立たせていく。ラリアット、正面から投げていった。バックを取ってジャブスプレックス、完璧。カウントに いけるか。ロープに振った、キック、エルボーを打ち込む。あっと、逆に蹴っていった。あっと、投げていった。ストンピング、ストンピング強烈。あっと、エルボー、ノーザー行くのか。させません。ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。エルボー抑え込んで、ロープに逃れた。チョップ強烈、抱えた。フロントコートスープレックス、決めに行くのか、抜くのか。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。抱き起こす、雄たけびを上げた。バックに回った、ひねりの効いたバックドロップ、引き起こす、打たせない。エルボー、掴んだ。あと逆にキック、ラリアット行くのか。ラリアット投げ倒し、そのまま体固め。カウント3。コーナーより竹村克志、後藤博樹入場。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。赤コーナーより田口隆介、マスクドパンサー入場。
頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。竹村タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180センチ90キロ、後藤ひろき178センチ95キロ、竹村勝志赤コーナー173センチ84キロ、マスクド頑張れ180センチ91キロ、田口レフリー田山正雄。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ロックアップ切り返します。掴みます。ラフ殺法に転じます。組みに行きます。逆に倒します。ストンピングです。ブロックします。ドロップキックを見舞ってまいります。トップロープを奪う。リング下に降ります。リング内に戻ります。行くのか、相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ロープにブレイクしました。フロントからのキック、乾いた音が館内に響きます。逆に振り返した。バットフランケンをさせない。スイッチしてまいります。ガードします。ストンピングを叩き込んでまいります。あっとバックに回った。同締めのスリーパーに入ります。対角線に飛ばした。逆に切り返します。組み合います。フライングメイヤー、チキンウィングフェイスロックの体勢。ロープブレイク、エルボーを入れていきます。ソバットを打ち込みます。ガードします。腰を落とします。バックからスリーパーに入ります。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。組みに行きます。グラウンドでの攻防に持っていきます。打ち込んでまいります。ロックアップ。こういうペースの持っていき方がうまいですよね。これで完全にペースを持っていきたいところですよね。チェンジオブペースといったところですね。鋭いキックです。腕をフックします。耐えます。張ります。
行くのか。あと返します。リング上は逆片指固めの体勢、組みに行きます。逆に返します。バックに回ります。膝を打ちつけてまいります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。ロックアップ、ロープに振って、ああこのあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。小脇に抱えます。よくスプレックスはへそで投げるなんて言いますけど、今なんか見ててもちゃんとそれができてますよね。ああそうですか。そのあたり今太鼓判が押されました。抱えます。蹴りを見舞ってまいります。行くのか。ロープに飛ばした。あっと巻き投げてまいります。スタンディングを取らせます。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。組み合います。倒してまいります。スリーパーに捉えます。ロープに逃れました。行くのか。返してまいります。張ってまいります。組み合います。切り返します。10分経過。ブロックします。10ミニッパー。あっとエルボー。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。コーナーに登る。いや素晴らしい動きですね。そうですね、運動神経が素晴らしいですね。はい、腕しぎに取ります。ガードします。バックを取ります。エルボーで返します。掴んだ。打ってまいります。張ってまいります。ロックアップ、ボディースラムで投げてまいります。起こします。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。ここでタッチです。膝へのキックです。腕をフックします。リバースで返します。無人島に着陸してしまった。ニードロップ。掴んだ。キックで返します。行くのか。フライングメイヤーで倒します。腕を捉えます。エルボーを入れていく。組み合った。わーっとネックブリーカードロップ。起こした。ドロップキックが突き刺さる。気合を入れた。突破口を見つけたんですね。15分経過。おっと腕を決めていった。腕を取った。
腕を狙っていった。ブロックした。コーナーに登って、あっとミサイルキック。場外に移行した。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。させません。すごい顔で、あっとエビ固めで丸めていく。フルレッグを掴んだ。あっと逆にキック。当たって後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。いけるか。ボディスラムで叩きつけた。立たせていく。あっと返していった。決めていった。ガチッと組み合った。あっと返した。フロントキック、組み合った。あっと逆に返した。2位を落としていく。引き起こす。抱えた。バックに回った。エルボーで切り返す。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。強烈キック攻撃、引っこ抜きか。リバースで切り返した。カバーした。ロープブレイク、ロープブレイク。カートした。逆ウェブで一気に反り上げる。20 minutes passed. あっとドロップキック。肉体を躍動させる。エルボーを打ち込む。掴んだ。させません。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。ここでスイッチ。片エビに持ち込む。三つは入りません。頭を掴んでエルボー速射砲。小脇に抱えた。うまく切り返した。ここが踏ん張るとこですね。そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。逆水平カバーの体勢。トゥーカウント、まだ足りません。腕を取った。あー、ブロック。抜くのか。ダブルアームで投げていった。抑え込んでロープブレイク。ここでタッチだ。
がダメで抑え込んだ。ロープに逃れた。腕折りに持っていった。ガジェット組み合った。あっと切り返した。残り試合時間5分。そのまま体がため、ここでロープブレイク。ラリアット投げ倒し。このポーズ。組み合った。ロープに振って、ドロップキック強烈。強烈逆エビがため、岸壁の母の胸に抱かれました。腕をフックしたタイガードライバー。ロープに逃れました。さあタッチ。ロー打ち込む。エビに固める。トゥーカウント。掴んだ。逆にバックに回った。はい、大谷返し。試合時間3分。バックを取り返す。3ミニット2ゴー。エルボーで返す。腕を取った。腕を壊しにいった。さあタッチ。見てこい、俺の力。腰に手を回す。ジャーマン、綺麗な人間鏡。カウント青コーナーよりスーパーストロングマシーン、スコット・ノートン入場。さあ、強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。赤コーナーより棚橋ひろし、山本直文入場。さあ、がっちり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。タッグマッチ、短10分一本勝負を行います。青コーナー、188センチ、150キロ、スコット・ノートン。183センチ、115キロ、スーパーストロングマシーン。山本。赤コーナー、186センチ、102キロ、山本直文。181センチ、
107キロ、棚橋ヒロシ、レフリー田山雅夫。どうぞ。さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。ストマックへの攻撃であります。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。ロックアップ、かわず落としです。あっとエルボー、組みに行きます。ヘッドシザースで返します。ストンピングです。カイナ力で締め上げてまいります。蹴ってまいります。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。組みに行きます。逆に投げてまいります。バックを取ります。エンゼラリアット強烈、気合を入れてまいります。エルボードロップ落としてまいります。組み合います。逆に振り返した、ドロップキックを放ってまいります。ここでタッチです。腕を回します。強烈に打ち込みます。行くのか。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。起こしてまいります。ショルダータックル、ロックアップ、投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。チョップであります。掴みます。ハンマーを振りかざします。組み合います。逆に振り返してランニングしたらエルボー、ラフ殺法に転じます。フロントからのキック、ロックアップ、ロープに飛ばした。エルボーを入れていきます。ストンピング、蹴りつけてまいります。ガードします。ハリアット強烈、ブロックします。ブロックします。全身でぶちかましてまいります。肩をつけます。肩が上がります。逆スイープ掴んだ。エルボー、行くのか。ボディスラム、さあタッチ、ロープに逃れました。ここでタッチだ。フロントキック、一気稼いでいく、打たせない。すごい顔で打つ、綺麗に振りましたよ。首をかっ切ったか。ガードした、起こした、小脇に抱えた、リバースで返した。返してまいります。サイドを取った、エルボーで返す。これはもう精神力で打ってますね。そうですね、コーナーに登ってダイビングしたヘッドバット、打
き起こす。ブレンバスターで切り返した。引き起こす。場外に落とした。10分経過。10ミニッツパー。蹴り上げていく。腕を回した。あーっと、ストマックのあたり。あっ、逆にパンチ。組み合った。お気をつけください。リングに戻ります。リングに戻ります。キック、蹴っていった。掴んだ。あっと、耐えた。組み合った。逆に返した。ストンピングを叩き込む。強烈逆型エビがため。ブロックした。ストンピング、エルボードロップ、強烈。のどわか。蹴っていった。ガチッと組み合った。ネックブリーカーで叩きつける。組み合った。ロープに振って、あっと、うまく切り返した。カウントは2つ。いけるか。そのまま締め上げる。ハンマー気味のパンチ。起こした。組み合った。逆さ抑え込みで丸まる。カウント2で返します。張った。腕をフックした。あっと、返した。さあ、最後のスペシャルディナーはどう繰り出されるのでありましょうか。ここでロープブレイク。取ってバックドロップ。岩石砕け散る。ガチッと組み合った。あっと、切り返した。ストンピング強烈。すごい音がした。反撃するならここですね。ええ、こっから突破口を見つけたいですね。打ち込んでいく。腕を取った。あっと、逆に返した。
ち込む。ロープブレイク。いけるか。ロープに振った。リングに戻ります。いけるか。巻き投げで切り返した。奥歯を噛みしめた。ドリバーボールパイルドライバー。フィニッシュになるか。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい。これで決まったか。ロープに逃れた。組み合った。あと逆に投げていった。どうか。ロープブレイク、ロープブレイク。ここでスイッチ。張り手。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。20分経過。20 minutes passed。首根っこを掴んだ。あっとバックに回った。エルボーで返す。これ危ないですよ。脳天粉砕か。コーナーよりクレイジードッグス広斉藤入場。赤コーナーより新日本プロレス新日本の未来を背負え中村慎介入場。さあ新日本期待の格闘超新星中村慎介が戦いのリングに入ってまいります。ヒロさん。ヒロシングルマッチ30分日本勝負を行います。青コーナー、クレイジードッグス175cm 108kg ヒロさん。タイトヒロシンスケ。赤コーナー、ヒロ新日本プロレス188cm104kg。しんすけ。中村しんすけ。中村レフリー山本虎鉄。ヒロ今
ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。あっと急所攻撃、ドロップキックを放ってまいります。ブロックします。掴んだ、キックを打ってまいります。いや序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。行くのか、顎を打ちつけていきます。組み合います、ロープに振った、ガードします、キックを打っていきます。フロントからのキック、あっとそのまま倒します。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。あーなるほど。展開が止まります、動きが止まってしまいました。足を絡めます、させません、抜けてまいります、蹴ってまいります、ロックアップ、ボディスラムで投げてまいります。職人アウトローの異名を持ちますこの広斎藤、ブロンドアウトローズ、レイジングスタッフ、エゴイスト集団、 NWO、 ティーム2000と常に反体制がある参謀として生きてきました。そのプロレス頭脳は侮るわけには参りません。これは読まれてますね。はい、させません、組みに行きます、ロープに飛ばした。ああこのあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。パンチで返します、パンチで返します、させません、外してまいります、抱えます、あとリバースで返してまいります。あと逆に捉えた、エンジー蹴り。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。組み合います、コーナーに振った、ストンピング蹴りつけてまいります、腕しぎに取ります、ロープに逃れました、グーを打ち込みます、ロックアップ、ロープに振って走り込んでのエルボー、ニーを落としてまいります、リング下に降ります、組みに行きます、強烈に打ち込みます、行くのか、逆に振り返した、ストンピングを叩き込んでまいります、スタンディングを取らせます、えげつないニークラッシャー、カバーの体勢、ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。グラウンドマンジに持っていきます、ロープブレイク、フロントに捉えます、パンチで返します、腕をフックします、ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますからここで一気に行きたいですね。足を通った、そのままボムで叩きつけた、引き起こす、あっと急所、五臓六腑に染み渡る、先頭強烈、組み合った、グラウンドバンジに持っていった、ここでロープブレイク、
抱えた。あと逆に返した。足を抱えた。10分経過。ボブに持っていった。抱き起こす。いけるか。あと逆に倒した。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。足を取った。そのままボムで叩きつけた。頭を掴んで膝を突き上げていった。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。起こした。あと逆に蹴っていった。あと三角締めから腕十字に持っていった。ロープに逃れました。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。いけるか。ロープに飛ばした。そのまま後ろに投げていった。あと金的か。先頭落としていった。あとスクールボーイで丸める。ロープブレイク。張り手。あとキャッチした。あと返した。焦点を打ち込む。腕を取った。腕杉十字固め。組み合った。逆に返した。立たせていく。バックを取って逆さ押さえ込みで丸める。ロープブレイク。ロープブレイク。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。あとうまく切り返した。腕をフックした。リバースで切り返した。抜くのか。打たせない。15分経過。15ミリファー。いけるか。ロープに振って。抱えた。 DDT 脳天。蹴っていった。引き起こす。組み合った。コーナーに振った。あとコーナーに据え付けた。キック。引っこ抜きか。あと耐えた。ガードした。小股に挟んだ。ドリルホールパイルドライバー。先頭落としていった。マッスルモンスター入場。さあ、全身フルメタルジャケット、自慢のボディを保持しながら入ってまいりました。
赤コーナーより新日本のエースはこの男、永田裕二入場。新日本プロレスを背負う男、永田裕二が堂々の入場であります。30分一本勝負を行います。青コーナー193センチ134キロ、頑張れマッスルモンスター、頑張れ行けよ。赤コーナー183センチ108キロ、永田裕二。レフリー山本小鉄。さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴んだ、あっと変わった。相手を挑発してまいります。抱えます、フロントからのスープレックスに転じます。掴みます、カウンターが待っていた。このポーズです。あと逆に捉えた、エンジン蹴り。リング内に戻ります。組みに行きます、フライングメイヤー。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。逆に倒します。こういう間の取り方はうまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。あっとエルボー掴みます。この辺りの攻撃いかがですか。いいと思いますよ、スタミナを奪うには効果的ですよね。腕をフックします。今のスープレックスなんですがいかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよ。スープレックスはへそに乗っけるように投げないとダメですからね。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。ラリアット気合を入れてまいります。足を狙ってまいります。フロントに捉えます、させません。強烈なキックです、ストンピングです。ロックアップ、巻き投げで切り返します。相手を挑発してまいります、引き起こします。ショートレンジのラリアットであります。腰を落とします、逆に締め上げてまいります。キックを打っていきます、組み合います、返してまいります。このポーズです。スタンディングを取らせます、腕を回します。ジャーマンスプレックス引っこ抜き。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。組み合った、コーナーに振った。あっとコーナーに据え付けた。ラリアット、ストンピング。あっとキャッチした、そのまま叩きつけていった。あっと逆に切り返した。あっとキャッチした。
ラリアットものすごい。バックを取ってジャーマン、危険な角度、立たせていく、バットラリアット抱き起こす、担ぎ上げるのか、エルボーで切り返す、バックに回った、バックドロップが綺麗にセンスを広げた。あっと返していった、あっとエイド、これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここからペースを持っていきたいですね。引き起こす、エルボーで返す、ガジェット組み合った、ロープに振った、今モロに入りましたよ、はい、ブロッキー状態か、起こした、ラリアット投げ倒し、引き起こす、ラリアットしてしまった、担ぐか、ストバックに突き刺さった、起こした、腰を落とす、10分経過、ラスリを加えて DDT、 さあ決まるか、you